はカップルで彼女がトイレとか一旦抜けてる間に彼氏さんが残っててその場に私が行ってサンオイルを塗って頼んだらちゃんと塗ってくれるのかっていうのをやりたくって Twitter のですねサブアカの方で女の子限定自分の彼氏が浮気しない自信がある人他の女の子に下心がないっていう自信がある人のみ DM ください顔出し OK の YouTube 出れる人っていうのを3時間だけ投稿したんですそしたら結構来てでその中で厳選して今日は2組呼んでるんですけど今から2組目の女の子と待ち合わせをしてるんですけどもうちょっとで到着するって今連絡が来ててもうちょっと待ってみたいと思います行こうよ。お酒飲むのすぐ。ビールトイレ行きたくなっちゃう。浜川通り。ご注意とお願いを申し上げます。これが浜川。何やってんの？え？は？誰にやってもらってんの？ずっといたんだけど私。なんプレッシャーもこぼんたり。何？え？何？何か。え、そういう時だけど宝物を話すんだよおい。
ドッキリでした。え？ドッキリです。ドッキリなのこれ。何塗られてんの。いや、言ってくれるっていうか。絶対塗らないって私宣言しちゃったんだけどさ。大丈夫ですか。絶対大丈夫。絶対大丈夫。絶対大丈夫。そうなんですよ。絶対大丈夫って言っちゃったんだけど。じゃあ遠いからさ、それで。何何お前はちょっとこの先考えるかもしれない。この先考える。いや、今日はね、たまたまミスをしただけで。いつもでしょ。いつもこんなことしてんの。してないよ。謝ってちゃんと。すいませんでした。大丈夫ですか。許せます。次会ったら知らないよ。いや、次断る。次断る。あれ、酒飲もう。仲良くしてください、これからも、はいはい、ありがとうございました。はい、一組目が終わったところで夏の男は違いですね。二組目、あ、来ました。あ、お願いします。お願いします。名前はマイマイです。マイマイ、マイ、かわいい。お願いします。 DM ですごい当分のやり取りをしてて。大丈夫ですか。たやしさんは今まで浮気してたこととかないですか。一応携帯とかめっちゃチェックしてるんですけど一個もないんですよ。女との連絡とか。絶対後派だと思う。絶対後派信じてます。私結構断られてもグイグイ行っちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です。絶対断ります。絶対断る。わかりました。なんかちょっとでもオイルとか塗ったりしたら、私には怒んないでください。いや、両方に絶対怒んないです。あ、本当ですか。絶対やんないです。あ、そうですよね。絶対やんないですということで、変装していきたいと思います。レッツゴー。何で大丈夫。大丈夫。買ってきた。メロン。俺メロン。絶対メロンだよ。あ、メロンだよ。アイカリンですよね。絶対アイカリンですよね。じゃない。じゃないっすね。じゃないっすね。とりあえず塗ります。ぜひ塗ります。ぜひ塗ります。どうすればいいですか。あ、じゃあ背中を。はい。え、お連れさん一人で来たんですか。お連れと来てるんですけど、はい、お連れと来てるんですけど、はい、お連れって言ってません。お連れって何。お連れ今ちょっとどっか行ってるんで。大丈夫です。大丈夫です。はい。いや、彼女じゃないです。男友達です。男友達だね。何人で来てる。二人です。あ、彼女はいます。あ、そうなんですか。いいじゃん。これから一人でこの海を楽しもうと。楽しいんですけど。はい。あ、これいいじゃないですか。パラソルあるし。もしよかったらここで休憩してってくれれば。友達は追い返します。私のこと追い返す。完璧ですよ。完璧に濡れてます。鶴さん遅いっすね。マジキモい。これ喧嘩になっていいですか。喧嘩になっていいんですか。そうっすね、ちょいちょい来ますね。友達と彼女とは来ないんですか。彼女はあんま連れてこないですね。もう別れたいです。見てもらんないって言っていいですか。見てください。行ってきます。マジうさい。4年に1回ぐらい。4年に1回ぐらい。4年に1回ぐらいやってるよ。4年に1回ぐらいやってるよ。何やってんだよ。違うの。かき氷食べたいっすよ。
かき氷をすごく食いたい気持ちとサンオイルをすごい塗りたいっていう気持ちが格闘しちゃったわけよ。あ、ちょっとなんか日に焼けたくなさそうだなって俺はと思ったわけで、まあオイルを塗っちゃったっていう。オイル塗った、オイルを塗っただけじゃん、オイルを塗っただけじゃん。オイルを塗ったことでやって、別にそれ以上の発展はないわけじゃん。やばくない？見てこの青い空にこの青い海、絶対いい夏じゃん。かわいいアイカリン、かわいい。黙れよ。待て待て待て海の時にたまたまお前が来ちゃった。すいません、あの何 YouTube なんですけど。何ちょっとこれ何デッテレーデッテレーキチエーマジキチエーマジキチエーアイカリンでした。マジ別れるかと思ったわ。でも俺も正直な気持ちまして、すっごくいいな。そういうことね。ごめんなさい、すいませんでした。これからも仲良くしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。俺言ってちゃんと最高の夏をありがとうございました。大成功でした。